見極めで検索。はい、皆さんこんにちは。見極めライブ YouTube こちらレッドステージになっております。えー、この時間です、ね、共同テレビジョンの足立様そして谷川さんにお越しいただいております。本日どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いますはい、よろしくお願いします。ではですね、あのこのこちらのコンテンツ今日は企業説明と Q&A の35分間でお届けしてまいりたいと思っております。えー、学生の皆さんはですね、あのチ,チェックイン。 えー、ボタンをお忘れなくあのチャット欄の方からご確認いただければというところと、あの本日はですね、安達様と,あと現場でバリバリ活躍いただいております谷川さんにもお越しいただいておりますので、あの具体的な質問等もでぜひぜひいろいろいただけたらなというふうに思っております。はい今日ちょっと足立様 喉の調子が少し良くないということでございますけれども、いえいえいえ。すいません、なんかもうちょっと,ちょっとダーティーな感じの声ね、<laughs> なるべく今日、谷川君にお願いしようと思ってますので、よろしくお願いししますよろしくお願いいたします。はい <laughs> ただこうです、ねあの、初めてこう映像とかコンテンツとか、まあ、そういったところを見る方もいらっしゃるかなと思いますけれども本当にやられていることさまざまというところだったりこうプロフェッショナルとして活躍されている方かなり多いというふうに伺っておりますのでぜひ少しでも魅力をお伝えできたらと思いますのであの早速ではございますけれどもあの企業紹介の方から移ってまいれ,ればと思います。っとスライドショよいしょ 全体よはいお開けよいしょ <laughs> はいじゃあ YouTube ライブスタートしますよろしくお願いしますはいえーと私えー、と総務部人事室のあつと申します入社18年目ですすみませんちょっと声がお聞き苦しい感じになっていますが こんな感じで今日やらせていただければと思っております。えー、と大学の専攻は法学部政治学科でございますで。一番最初に配属されたのはドラマー部でございましたで。制作進行、アシスタント、プロデューサーなどやらせていただいて、その後、第二制作部、情報バラエティドキュメンタリーの部署に移動して、アシスタントディレクター、ディレクター、プロデューサー、バラエティドキュメンタリー、情報番組、えー、といろいろやりました。はい、そしてなお、総務部、人事室にて、えー、と皆さんの 大学生とか皆さんに説明したり、えっ、ー、と採用の担当をさせていただいております。国家資格キャリアコンサルタントを持っておりますので、いろいろその社内の相談なども受け付けております。はい、続いて谷川くんです。はい、ええー、入社は9年目谷川弘明と申します。ええー、現在はカメラマンを3年、4年ほどやらせていただいております。まあ主に担当している番組も、えー、書かせていただいてるんですけども。 目覚ましテレビ内の今日のワンコであったりとか、TBS 人生最高レストランなど、まあ、地上波の番組含め、その他、ABEMATV、えっと、やネットフリックスでの、えー、番組をやらせていただいております。えーえー、宣伝みたいになっちゃいますけど、直近で言いますと、えー、7月9日から配信されます、ネットフリックスのボーイフレンドという、えーね、え恋愛リアリティショーですね、男性同士の恋愛リアリティショーが配信されるんですけども、それに昨年度、えー、撮影に携わっていたりとか、 えー、ラブデッドラインという、えー、番組にも、えー、撮影で参加していました。また、えー、とドローン撮影もしておりまして、えー、その2番組でも、えー、ドローンの撮影も合わせて行っております。本日はよろししくお願いいたしますさ,あさてまて、えー、と共同テレビ、一体どんな会社なのというのをさクッとお知らせしたいと思っています共同テレビ3つポイントあるかなと思っております。 共同テレビ上について、まあ、この中でも一度でも見たことある番組知っている番組あるでしょうかそうこれこれら全部あすいませんこれ全部共同テレビが作っておりますはい共同テレビはえっ、ー、と あのドラマ、バラエティ映画、スポーツ、ドキュメンタリー、情報、CM などなど幅広い分野に精通し、高品質なクリエイティブを実現する総合制作会社です。本当に、あの、先ほど見ていただいた通り、もう本当、TBS の番組から、先ほどネットフリックス、あの、谷川がやってます、ボーイフレンドもネットフリックスですし、う笑うまとり押しか、この間始、の始まりました、桜井翔君とか3番目に出てるとかね、話題になっておりますけれども、そういうの TBS のドラマなど、本当、フジ テレビのだけではなく、いろいろな会社の番組やっております。共同テレビは1958年に生まれてもう今年で66年目を迎える会社になっています。で、富士山系グループに所属しているんですけれども、本当にいろんな。 会社の番組をやっておりますこれはあの100共同テレビが富士の子会社ではないというところがあります。株主がいろんな会社が入っているというところで、富士産経グループにはいるものの、いろんな株主の方が持っていただいているという点からもいろんな番組ができるというのが共同テレビの特徴になっているかなと思っております。続いて個性豊かな部門たち今日は、えー、とこの 谷川も来てくれていますけれども、制作センターと技術センターというのがこう2つ共同テレビにはあります。で、共同テレビは、えー、と私はその制作センターでドラマとかバラエティとかやってたんですけど、一方、谷川のいる部署ではね、ロケ技術とか編集、スタジオ、中継技術、スポーツなどを、えー、とやっております。この辺あのどの後で 谷川の方に質問していただければどんなことをやってるかっていうのがだんだん見えてくると思いますのでぜひお話しできればと思っていますさあ続いて業界トップクラスの働きやすさ、ね、やっぱ制作会社の働く環境どんなイメージですかって皆さんにお聞きすると、まあ、基本的に寝られない忙しい帰れないもうなんか椅子並べて AD さんとか寝てるんでしょうみたいなそういうなんか猛烈重労働みたいなイメージあると思うんですでも あのもう共同テレビ、そういうこともうほとんどございません。えー、とやっぱり、上質な番組作りには楽しく働くことが不可欠だというふうに考えております。やっぱり心からこう感動できるエンターテインメントだったりとか、やはりいいものを作るためには、心身体ね、心の健康、体の健康、これがなくてはやはりいい番組というのは作れないというのは、えー、とこれはもう全員考えていることですよ。 社長も含めそういうところに考えていこうというふうになっております。そのため、あのとてもその辺整備しております。あのまた戻りたくなる職場、産休育休からの復帰率100%。私もあの現に子どもが今1年生にいます。で、本当、産休育休戻ってきて、プロデューサー戻ったりとかっていうことできています。で、あと、新人研修、今2ヶ月間。 やっておりました4月と5月合わせて2ヶ月しっかりみっちりあの1年生の子たち、新入社員の子たち見て見て、それから現場に入れて、またゆっくり育てていくというところも丁寧かつ実践的にあの実践的に実施させていただいております。あとは年代別の研修ですとか資格支援制度などもご用意させていただいております。あとは若手の意見を反映したあの石井ちゃん賞というあの石井正幸といううちの社長なんですけど、社長が特の もう独断と偏見であの選ぶ賞というのがあります。これ、あの直接社長にあの企画書とか会社の提案というのを渡す機会というのを年に1回設けております。で、あの柿色会の方でそれの発表があるんですけれども、1, 1位になるとあの賞金がもらえたり、あの入賞みたいになると社長とディナー券だったりとか、ちょっと楽しい感じでイベント風にあって、そんなところもあの楽しく働けるようにという工夫共同テレビしております。 まあ、以上、この3つのキーワード、あの簡単にキュッとつまとめさせていただきましたけど、ぜひ覚えて書いていただけると嬉しいなというふうに思っております。はい。よいしょ。あすいません。以上でございます。はいあの。ご紹介いただきましてありがとうございましたあの。学生さんからもお大事になさってくださいというふうにってま。<laughs> <laughs> 本当申しし上げなないいいでですすす聞き苦しくてねすいませんなんかいいえとんでもないです、まあ、ただ本当に100あの200名弱で本当少数精鋭でありながら本当にいろんな企画コンテンツあの配信されてるんだなってところを改めて僕も認識させていただきましたってところと谷川さんも,もうぼ僕も知ってるコンテンツもいくつかありましたけれども。 はい、ぜひそのあたりはですね、あの、どう制作されてるかだったりとか、どんな思いでやられてるか、個人的にも気になりますので、ぜひいろいろ伺えたらなと思っております。はい、はい、ではですね、学生の皆さん、まああのご説明も概要のところをお話しいただきましたが、あの、そもそものところだったり、質問も何でも OK でございますので、ここからですね、Q&A 中心にあのいければなというふうに思っております。はい、では、あの、早速ではえー、とあるんですけれども、あの 入社理由みたいなところはえっ、ー、と学生さんがいただいておりまして、まあ当時なんかどういう就活軸だったり、まあ内はどんなところを見ながら最終的に就職されたのかえー、ついてご質問いただいております。こちらいかがでございますでしょうか。何かお,お願いします、はい。はい、ありがとうございます。えー、そうですね。えー、私は基本的にえっ、ー、と四年生の大学理系の大学に進んでいたんですけども。うん えー、基本的にはあんまりそっちの,そのメーカーとかそういうのに興味があまり持てなくて <laughs> 子供の頃からテレビがすごく好きだったってこともあったので基本的にはテレビ局とテレビの制作会社に絞って、うんえー、採用活動をしていました <laughs>、えーまあ、いわゆる在局,局と呼ばれている6局 を中心に、えー、そこから付随する制作会社等々から見ていく形で、えっと、様々な会社に、まあ、会社説明会に行ったりとかして、どういう仕事をしているのか、どういった番組を制作しているのかっていうのを、うんえー、自分で調べたって感じですね。で、えっと、まあ、技術と制作という二つのセクションが、まあ、大きく分かれていると思うんですけども、うん、私はその中で基本的に技術セクションを目指して就職活動していました。まあ、その理由としましては、いろいろ話を聞いていくと、 技術の方がさまざまな現場に行けるんじゃないかなっていう制作ってどちらかというと,、えー、えとついた番組によってその番組でずっと動きが決まっていくイメージがあったので技術はどちらかというと毎日違う番組に携わって、えー、今日はこの仕事明日はこの仕事っていう風にさまざまな現場に行くことができるというところにまあ魅力を感じまして、えー、あ自分で撮ったものが応援される。 ということもあすごく面白そうな仕事だなと思ったので基本軸は、えー、テレビ業界の技術セクションを中心にまあそれ以外の制作会社とかも受けて採用活動していました。というん、ことですねありがとうございます。実際いろんな現場に行けるんじゃないかという仮説のもと入社されてみて、はい、実際なんかこう 1, 1週間だったりどういう単位ではいいんですけど <laughs> どのぐらい現場回ったりされるものなんですか、はい そうですね、えっとまあ、本当にさまざまな現場に行かせていただいてますので、まあ、1週間、まあ、単位でいうと、まあ、本当にもう毎日違うっていうイメージでいいと思いますね。なので、あの今日は例えば、えーまあで、私が今いるセクションがロケセクションと呼ばれている、まあ、ロケを中心にやることを、はい、やる取材の場所が多いので、基本的にはその今日はじゃあ、情報番組でどこどこに取材に行きますとか、明日はバラエティ番組でこのお店に取材しに行きますとか。 そういう形であったりとか、まあ、海外出張とかもありますので、直近ですと、えっ、ー、と、今年の、あれは、4月の末から5月の頭2週間ですね、ネパールの山奥の方に行って、ーえー。え1週間16日ですかね、えっ、ー、と、出張していたりとか。先ほど言ったネットフリックスの番組で言うと、40日間、ぶっ通しで、もう現場に出たりとか。まあ、そういう感じで、ま、その単位はまちまちですけども、いろんなところに行かせていただいてますね。 はい、なるほど。ありがとうございます。その中でもういろんな現場行かれてると、あ、私さん、あの、差し込みた、はいいつでも差し込んでたいです。はい。面白いなと思っていや。谷川はね、本当にあのよく海外に行ってるイメージです。<ー>なんかアフリカとかも行っててね。アフリカとそうですね。アフリカは2カ国。ね、あ南アフリカとモザンビークという国に行<ー>かせていただいてますね。はい。なるほどえ。ちなみに。 本当もうもういろんな種類撮影されてると思うんですけども、はい、特にこう印象に残ってる現場だったり、あそうですね40日間の出張というのは、本当にあの、まあ、これまあ作品名だと LoveDeadline という Netflix の恋愛リアリティーショーなんですけども、はい、あの沖縄から始まって、えー、最終的にシンガポールまで5箇所、6箇所を移動しながら撮影していくってことがあったので、<ー>もう。 1週間ないし5日間ぐらいで次の場所に移動してまた撮影をしてまた移動して,動してっていうのを繰り返す中で、まあ、あの制作チームともそうですし技術チームともそうですし、まあ、せはたまた演者とかも含めて一、まあ、つのチームとして動いていくっていうのはすごく貴重な経験だったかなと思っておりますなるほどありがとうございます、はい、ね、まあ、あの番組は、うん、あの恋愛本当にリアルに恋愛させたりしてるから急になんか行かない子が出てきたりとかす <laughs> るしてたよね <laughs> まあその時々でやっぱりそれぞれの心情が変わるので、ね、まあそういうのは多分制作の方がケアするのがすごく大変だとは思うんですけど <laughs> <ー>我々はどちらかというともう撮影するっていう方だったのでかかそういうケアも含めて制作はすごく大変だとは思いますね。なんかだからそのでもその場その場で、ね、こういうふうに撮ろうって考えてたものがあこの子来ないんだってなると急にそれでまた場所チェンジしたりとかしてまあいろいろと。 えー、なるほど。えー、その4十日間でもな、それこそおっしゃっていて、大変だったことってどんな、もう大変なこといっぱいあると思うんですけど。なんですかね、まあ、やっぱり、つどつどの移動が発生する手前、まあ、機材ももちろんそのつどつどで運搬をしなきゃいけないとか、うんまあ、あとはやっぱりどうしても1、一日その一日一日で取り切らなきゃいけないものが発生してくるので、ここはやっぱりその、いわゆる8時間定時っていう。 ことに縛られてしまうと、どうしても足りない、うん、時間がどうしても足りないっていう中で、やはりその期間はどうしても朝から晩までっていうのは発生していく中で、そのまあ、自分の体力、体調もそうですし、うんまあ、全体として誰も欠けることなくやっていかなきゃいけないっていう中では、うん、まあ非常に大変でしたけど、思い返してみるとすごく楽しかったって今言えてるのですごくそれは充実した日々だったんだなと思ってます。<ー>なるほど こう撮影のタイミングとかカットのタイミングで、本当に忙しい時期といろいろあると思うんですけれども、そこはこうチームワークをしながら、昨日谷川さん忙しかったから、今日はちょっとゆっくねとか<ー>、どんなバランスを取られたりするんですかで基本的にただ、その現場では私が一番下だったので、馬車のように働いてましたけど、はい <laughs> はい、そこはもうあの、はいっつって、あそこはもう、ね、そういうものですね。でうですね。はい、でも,でもみんな同じように大変である。 スケジュールを組んでるので、誰かがすごく緩いってことはなかったですけども。っていうことですね。だからこそ、自分が一番手で頑張るっていう形ですねうーん。なるほど。それでもやっぱり頑張りきれる、なんか、ね、モチベーションだったり、源だったりって、どんな点だったようで、ん、すそうですね。まあ、シンプルに現場楽しかったんですよね。えぇ、ー。あの、撮影してる、自分で考えて撮影しなきゃいけない場所も多々あるので、そこを自分で考えることも楽しいですし、ね、うん、まあ全体で。 こう取ろうって言うのも楽しいですしどんだけ遅く帰ってこようとみんなで一回部屋に集まってみたいなことをして、うん、今日ああだったよねとか全然たわいもないことをしてまた翌日に切り替えて撮影に臨むっていうことも含めてなんかまあ長期の旅行じゃないですけどうそういうのも含めてすごく楽しかったですね。なななるほどあれなすごい青春でですすねね聞いてて <laughs> そうです、ね、なかなか普通に会社 いいたら経験ははでできななことだなとだ思うの自分自身がなかなかそのデスクでずっとペー時で働くことがイメージできなかったんですよ。就職活動してる時あ自分これ結構嫌だな嫌だなって言い方したして礼ですけどちょっと向いてないなと思って。なのでそういう意味ではすごく合っていますよね。自分いや、確かになかなかあんまり効かない働き方だないしは。 現場っていうところも本当にすごいリアルだなって、うん、それがなんか撮影した <laughs> 終わった後数万人とか数十万人とか数百万人見られるっていうところなんか、はい、どういう感覚で作,作,作成側は見ていらっしゃるんですかやっぱり長期でやってる分、うん、あ、はい、ここ使われてるんだとかすごく少なくなったりもする中で<ー>自分が撮ったものが使われてたらそれは嬉しいですし、はい、またその番組自体が盛り上がって、まあ、賛否両論あるかもしれないですけど コンテンツとして多くの方に見てもらえてたらそれはまあ幸せなことだなと思うのでう何もないことの方がしんどいですよね反響がない方がそうで悲しいですよね悲しいねはいあださんそこどうですかやりがいとか、うん、はい制作にあたって<ー>はいそうですねまあ結構やっぱ波があるんですよドラマとかもギュッと三ヶ月めちゃくちゃ忙しいんですけどまあ一ヶ月休んでまたぎゅっと頑張ってっていうこうなんか文化祭みたいな イメージかなと思います,いす、ね、なので文化財とかこうそういうの好きな人はすんごいたまらなく楽しいと思うんですよ。はい、なので私もあの生放送とかやっぱり独特なこのあのアドレナリンみたいのが出るんですよ。うはい、もうなんか1分1秒こう競ってこう出していくっていう、うん、あのなんかもうゾワゾワ感っていうんですかへ<ー>なんか。 それはね、変えがたいものだな、というふうにいつもやってて、もう病気です。<laughs> <laughs> それが快感になってくるやと病気で。やっぱ人が変わるとかありますよね。本<や><う>番ってなった瞬間に、あ、今まであんな音符だったのにすごいみたいな感じで。全然ありますね。それぐらいもうプロフェッショナル意識高く、もう本当にプロとしてもうスイッチが入るっていう。うん そうです、ね、やっぱ一1分1秒で先にこ、うん、まあ例えば生放送ですごいまあ私グッティっていう当時生放送の番組やってて、はい、安藤ドリさん高橋克実さんの司会のやってた時に裏のまあミヤネ屋のは競ってるわけですよね。1分1秒競ってても先に出すぞみたいなのとか,かもうねもうすごい出るんですよアドレナリンが。どなに先にこのカットを取って出すみたいな。 でその結果、反響もすぐ分かりますもんね。そうなんですよ。えー、その戦いみたいなのは、もうなんか、病気です。<何> <laughs> <laughs> ですけれども、確かにその中で、仕事する上でこう大切にされてたりとか、こう特にこう重要視してるところとか、谷川さん、いかがだったでしょうか。大切にしていること。はい。そうですね、なんだろうな。まあ、でも、自分が楽しくないと、やっぱしんどくなるんで。 どういった環境だっても何かしら楽しいことを見いださないとやらされてるとどうしてももうどんどん下がっていくというか気持ちがうんなんでだからどんだけ拘束時間長くてつらいなと思う仕事でもどこかしらに面白いを見つけたりとか、まあ、その終わった後の何かに楽しさを見つけしてまた明日も頑張りましょうかって言って解散するとか割とそういうのなんかまあ息抜きじゃないですけどそこをうまくやって続けているって感じですかね。なるほど うん結局オンエアされたら、えー、それを見たらまあ、なんか撮、うん、ってよかったなって思ったりとかこれ使われたなとかっていうのもあるのでうんやっぱそういうところには面白さあるかなと思ってます確かにありがとうございます和田さんいかがですか多分大切にされたこといっぱいあると思うんですけどです、ね、あでも大切にしてたときはでもそうですねあのもちろんやりがいみたいなのももちろんたくさんあるんですけど。うんうんうん ちょっとまあ、視聴者の皆さんとやっぱ同じ目線でっていうのはいつも気をつけてましたね。うん、やっぱちょっと半歩先は放送していきたいなっていうふうに思って3歩先だとちょっと置いていきぼりに視聴者の方になっちゃうので必ず半歩先を見せるような感じで番組作りっていつも気をつけて作ってました。うん、でもその中でやはりそうですね視聴者の目線を忘れないということを考えながら常に番組作りっていうのは大切に 作ってきてたかなーって今思うと思いますね。すねまあでもその反哺好きっていうところがなんかちょっと深いなそうですよね、うんううす。ありがとうございます。あの多分仕事の面白みとかあのすごいさあですから学生さんがですね。あのキャリアプランっていうか<ー>どういうふうにこうキャリアをこう築いていくのでしょうかっていう質問もちらほらいただいておりましてはいこちら また制作と技術でまた違ったりするかもしれないですけれども、はい、はい、じゃあ、ぜひ谷川さんから、そうですね、技術で言いますと、えっ、ー、とまあ、ちょっとセクションによってもいろいろキャリアプランって変わってくると思うんですけども、はい、まあ、それぞれやっぱ1年目、2年目、3年目っていうのは土台作りでもあると思うので、うん、最初入ってきて、多分本当に初めてやる子とかも。 私自身も最初は本当撮影のことなんていろはも何も知らない状態で入っているので、うん、あのそこからのスタートだったので、まあ、研修でこういうこと機材があってこういう撮影があってっていうのをもう一から知っていくその中でまあ自分がどういうふうに道に進みたいかってことなので、うん、カメラをやりたいっていう人もいれば音声になりたいなっていう人もいるしまたまた映像系の管理をしたいとかそういうふうなので各々の道が決まっていくかなと思います。うん で、やっぱり、えっ、ー、と、5年目、6年なんてちょっとずつ任される業務の幅が広がっていったりとか、うん、まあやらなきゃいけないことが増えていったりとかして、そこからステップアップをどんどんしていって、カメラマンになりたければ、カメラアシスタントとか、そのロケの、えっ、ー、と、サポートで音声やったりとかするところから、カメラマンに上がっていく、うん、やったりとか、まあ、音声も、えっ、ー、と、フロアと呼ばれる、まあ、いわゆる、えっ、ー、と、スタジオですね、スタジオで、音の準備とかをやるところから、自分が、えっ、ー、と、音を実際にミックスする。 3人、4人、8人とかっていう演者さんの声を自分で、えっと、調整してオンエアに乗っけるっていうところに行くとかって感じで、まあ、その、えっと、年数とかは正直人それぞれだと思うんですけど、ね、すごくできたら多分任せられると思えば早くなりますし、はい、ま,あまだ時間がかかるなと思ったらも、もしかしたらもうちょっと時間かけて、普段その、だから何年で、ね、この仕事をやってるというのは絶対ないと思うので、そこはもう人それぞれになってくるので、自分の気持ちとやる気があれば、 逆に言えばちょっとでももしかしたら先輩より早くなったりすることもあるかなとは思いますね。うん、なるほど。本当に深く行けば行くこともできますして、はい、広げようと思えばいくらでもやれますし、はい、それをどうプロデュースするかで、本当にいろいろテーマが出てきて、ねはいあるなと、はい、谷川さん、今後どうしていきたいとかってあるんですかあの私は基本的にカメラマンが楽しい仕事だと思っているので、<ー>そこを言うてもまだ3、4年しかやってないので、全然先輩からしたらまだまだ。 足りないいい部分はいくらでもあると思いますし<ー>一つの撮り方にしてもやっぱよしあしうまい下手って出てくるのでんなんとかそこをねいろんな人よりもあ,あちょっといいなと思われるようにしていかないとこのたくさんカメラマンがいる中で自分が選ばれることはないと思うのでなるほどそこが難しいところでもありますねセンスと呼ばれてひとりにまとめられるともうセンスってどうすればいいんだろうって思うことも多々ありますし。そうですね はい。ただまあいろんな映像を見て参考にしてみるとか、このカメラマンこうやって撮ってたなと思ったらそれを真似してみるとか、まあいろんなやり方も含めて、うん、ちょっとずつでもいろんな撮り方できたらいいなって思ってますね。なるほどですね。ありがとうございます。で制作の方はいかがですか？そうですね。はい、制作としてはまあ第一制作部の場合は最初にえっ、ー、とあうちの会社はあの。 あの専門職で採用しているので、ドラマがやりたいと思ったら、一番最初ドラマに入れます。第二制作部のバラエティやりたいと思ったら、バラエティに入れますし、あの技術もあのそこの時点で選んだ時点で、一番最初のステップになります。で、その後、まあ第一制作部でしたら、えーと、アシスタントになりますが、えーと、助監督、もしくはアシスタントプロデューサーの道を選んでいただきます。で、助監督でしたら、サード、セカンド、 チーフと上がって監督になります。で、プロデューサーの場合はアシスタントプロデューサーを何年かやってプロデューサーという道になっていきます。まあ、プロデューサーの中でも。 ね、あのすごくできる1人で何でもこなせるそのチーフのプロデューサーもいればえとプロデューサーの下のプロデューサーみたいなポジションもあったりしますのでそこは細かくなっています。あと、まあ、第二製作部の場合も、えー、とアシスタントディレクター一番最初のディレクターをやってチーフ AD と AD さんで AD さんを仕切るチーフ。 になって、それからディレクターになって、まあ、人によってですけど、まあ、演出という道に行く人もいれば、ここからプロデューサーという道に行く人もいます。第一第二制作部に関しては、プロデューサーは必ずディレクターをやらないとなれないという仕組みになっているので、そのすぐプロデューサーにはなれないですね。ねあのアシスタントディレクター、ディレクターをやって、プロデューサー、もしくは演出という道になっていく。うん、もしくは、まあ、あと、こういう風に私みたいに管理部門みたいなところに来るものもも,もちろん。うんうん いるんでですすけれれども、うんはい、の流れですです、ね、なるほど、ありがとうございます。その中で、ねあの、本当にあの技術制作問わずいろいろキャリアパターンあると思うんですけれども、えー、と谷川さんにですね、大学時代からこうカメラなどの技術だったり、機材とかにこう携わってたりとか触れてたりしましたかって、未経験からだと難しいのでしょうかって質問いただいてるんですけれども。<は>はい、先ほどもおっしゃったとおり、はい、私は未経験。 完全に未経験ですね。もう趣味カメラでもなく、映画とかが好きだな、ドラマ好きだなとか、<ー>テレビ好きだなまではありましたけど、じゃあなんかサークルでとか、自分の趣味でとかでカメラをいじったこともなかったですし、あのなので、そういう意味で言うと未経験だろうと関係なく、あのうん、やりたい気持ちがあればできる仕事だとは思ってます。なる,なるほど、なるほど。ありがとうございます。もう本当にこの、ね、いや、皆さん、お二方の話聞いて、熱意と、パッションが。 めちゃめちゃ重要だなって、今それより多くするものないんじゃないかという風にういますけども。ちょっと熱い二人が集まっちゃって。他にもいろんな方いらっしゃる。え、いろんな人います。そんな、ね。そんな熱くないです。あ、そんな。そうですか。ちょっと、ちょっと取り繕ってるかもしれないです。そんな。はい。とんでもない、そんなことないと思いますけれども。あの、他にも質問、がありまして。 テレビ局ではない、制作会社だからの魅力だったり強みがあれば教えていただきたいですと、うん、質問いただいておりますが、はい、こちらもいかかがでしょうか、まあ、基本的にテレビ局に入ると、はい、おそらく、えっと、配属ってすごくいろんな部署があるんですね。すね要は、えっとうん、ドラマやりたいとか、バラエティやりたいってなっても、人事、総務とか。 そっちが営業とかに回ることもありますし、技術のカメラやりたくても、まずはなんか、んえっと保守管理とかから始まるとかっていうふうに、割と大所帯だからこそ、いろんな部署があって、はい、そこに必ず新人はどう誰かしらが行かなきゃいけないので、んみんな制作やりたい、みんな技術やりたくても、全員がその希望に沿うことはないんですけども、共同テレビで言いますと、先ほども伝えたえっり、えーとー もうセクションごとの採用になってますので、うんうん、ドラマに行きたくてドラマの面接を受けて、えー、と内定が出た場合には、必ずドラマ部からスタートしますし、技術やりたくて技術セクションで内定もらった場合には、必ず技術セクションからスタートするっていう意味では、まあ、現場を経験するという意味では、もう最短で、自分のやりたい、ね、希望する部署で動けるかなと思います。と、うん、いうところが一番なのかなと思いますね。<laughs> ね あとは曲だともうその曲のものしかできないですけど共同テレビは本当にいろんな番組できるので企画をこう考えたとしてもボツにはなりづらいと思います<ー>あのななんか小さな企画だったらそういうその小さな媒体に出すっていう方法もありますし、うん、例えばネット、うん、ネットの中のこの小さな配信とか。 もありますしすごい大きなのやりたいと思ったらそういうのも売り込んでいけばいいので本当にいろんな曲のいろんな番組いろんな配信で今ほんと JAXA の宇宙の、ね、中継の配信などもやってたりとか、えーえー、もう本当に何でも映像というものだったら何でもできるというのがうちの会社の強みかなと、うん、ななるほどねあの自分のこうやりたいこととかをこうコントロールしてちゃんと自分で決めていきたいっていう人にとってもうぴったり そうん、ですね、うん。ありがとうございます。あ、続きまして、結構細かい、あの若干長文なんですけれども、失礼しますね。あの、御社富士三家グループに属している政策、うん、会社ですが、えっと、ベーシスやバスク、えっと、共同エリートなど、あの子会社も抱えているところが特徴だと思っております。えこれらの組織を作れる強み、まあ、御社の どのようなところからだと思いますかというふうにご質問いただいております。はいうん、なるほど、そう今あの結構、5社間の関係強くしようと思っていて<え>であの、バスクはドラマの技術を専門にやっている人たちが、うん、多く所属している会社だったりとか、エディットさんだったら、えー、と編集に対してすごく強みを持っている会社だったりとか、うんうん、そういうようにあの特色があります。 強かかったりとかうそういうふうにこう強みを持たせて、でもう今、あの研修とかも一緒に新入社員やらせていただいたりして、<ー>ちょっと今、5社間すごく強くして、共同テレビグループとして頑張っていこうっていうふうにあの力を込めてやっておりますので、その辺んはあの専門性を持っているがゆえに、そこは強くなっていくかなというふうには最近すごく思っております。なるほどそれぞれぞの強みをより こう統合ししてて生かいいここううううとととろががそですねそうですねなるほどありがとうございます、えー、と続きましてですね、あと残り1、2問答えられたらと思いますけれども、あの、ひなこさんからですねあの、先ほど技術センターの方はこういろいろいけるぞという質問をいただいてました、ま政策部はいろんな現場に行くことはできないんですか <laughs> というふうに言ったら、そんなことないかなと思いますので、ぜひ。いけます、いけます。はい、<laughs> いけますけど、技術ほどはいけないから。 でもあの番組によって私情報番組にった時とかはやっぱ毎日のように取材にはやっぱり行ってましたし、うんはい、あとはそうですね、うん、ドラマとかのその撮影の期間中はもういろんなところで毎日いろんな現場に行くっていう感じですね。うん でもその残りの何でしょう、殺球の時だったりとかは事務的な、もちろんパソコンで何か作業したりとか、警察署行ったりとか、そういういろいろな仕事が発生してくるっていう感じですかね。なるほどですね。ありがとうでも座ってないですよ。ほとんどフロアに人がいないです。へぇーでも、ねはい。イメージ。ね、いいよね。あそうですね。イメージしてもらうと番組見てると、スタジオで完結するようなトーク番組だったら、やっぱりスタジオにいる、スタジオでの業務が多くなりますし、例えば旅番組。 っなったら、もうそれこそ毎週のように、次はこの場所の旅のロケ、ドア、ね、ビロケって感じなので、そこはやっぱりあの番組によるって形ですね。制作だから行けないというよりは、その番組がどういう番組かによって、なるほど情報とかだったら、その事件、事故取材に行かなきゃいけないとか、なんか今おすすめのお店に行かなきゃいけないとかもありますし、旅だったらどっか地方に行くし。 スタジオ番組だったらスタジオで展開するしるす、ね、って感じですねうん。なるほど。ありがとうございます。はい、いや、本当にこう幅広くないしは奥が本当に深いなというふうにましてで、いろんな自分でやりたいと思ったことをできる環境かなと思ってるんですけど、最後、あのお二人にどんな人にこう受けてほしいなとか、入ってほしいなとか、うん、一緒に働きたいなっていう方があれば、ぜひ一言ずつ最後いただいて締めくくられればと思いますが、いかがでしょうか。どうやつ <laughs> あ、そうですね、えっとまあ。技術セクションとしてましててまは やっぱり技術やりたいなって思ってくれる子がいいので、うん、なんかやっぱ、うん、なんていうんでしょう、土地つかずで迷ってることも多いと思いますけど、はい、技術に入ったらやっぱり技術を極めてい,きたいっていただきたいので、うん、まあそこの中で何か、なんでしょうね、楽しめるものを見出してほしいと思いますし、うん、まあなんか明るくハキハキとコミュニケーションを取って、大変なこともありますが、うん、そこをなんか大変ですねって言いながら、乗り越えられる。 やっぱりどうしても大変なことも多々あるので、うん、それを自分で抱え込まずに周りと共有して、大変だけど結果的に楽しかったですねって言えるようなマインドが持っていられると、すごく楽しく仕事ができるんじゃないかなと思ってます。うん、ありがとうございます。安部さん、補足とかありますかそうですね、やっぱり本当にコミュニケーション能力がどちらの部署も一番大切になってくるかなと思っています。やっぱ政策もこう こうカメラマンに撮ってもらうときにどういうふうに撮ってもらいたいかっていうやっぱり言語化できることってすごく大切になってくるので、うん、やはりそこのところは、ね、あのぜひ大学時代磨いてほしいなと思います。うん、やっっっぱり赤赤赤てて一言で言でもどんなななのか血の出る赤なのかか血出る これワインレッドなのか、何もうその赤一つだけでも全然表現が変わってくるっていうのがこの世界かなと思っています。うん、やっぱ自分の思っているもの、描いているものをそれを作品にしていく、その楽しさっていうのがやっぱそういうところなのかなと思いますので、うん、そういうなんか言語化できる力、コミュニケーションが取れる力、これがあるとすごく楽しい仕事じゃないかなと思います。るすな,な,ますなるほどですね、確かに、うん。それを形にできるっていうね。 ありがとうございますでは、お時間も本当にあっという間でありますけれども、最後、学生さんに一言いただければというふうに思っております。はい、えっ、ー、と、インターンシップの声宣伝して大丈夫ですかもちろんです。じゃあ、ちょっと画面教あ、画面、今日できないかえっ、ー、とですね、この、あのー、もう終わりのこの間時間の声、申し訳ないんですけれども、えー、と7月の10日が、あの、<お>締め切りになっていて、もう、はい。 もう残りわずかでございます。あのでもまだあのそんなに質問項目がですね。ないので、なるほどまだ間に合うよっていう <laughs>。 <laughs> お知らせでございます。あの間に合いますのであのサマーインターンぜひ出ていただければなと思っております。ドラマが好きな人はドラマテレビドラマを知る2日間という 2days 用意しています。第2制作部は人生最高レストランの AD になれちゃうというものやチコち,ちゃんに叱られるのスペシャルに、ね、AD になれますというものだったりとかあともう技術ね谷川んの技術の方5日間どっぷり疲れるもの 3days でお仕事体験できるものなどあと、まあ、1day で。 もうサクッとうちの会社の概要を知れるよみたいな楽しいもの全部用意しておりますのであの時間日にち合わせて参加していただければなと思っております、うん、全部あの出すの平害は全職種 OK ですので<ー>どれか当たればラッキーという感じでも,もう全部とりあえず出していただければうまくいけば2つ当たりますしダメだったら1つだしそんな感じになると思いますので、うん、ぜひぜひあの応募していただければなと思っております。はい ありがとうございますいやーここでじゃないとなかなかできない貴重な経験もたくさんあるかなと思いますで絶対楽しいと思うんですけどね。はい、もう少しでも心動いた人はもう即座に全部エントリー <laughs> 即座に全部は無理かもしれない。全部エントリーしてください、ぜひ、ね。ありがとうございます。ではですね、画面今日一気になれまして、あの本当に。 お忙しい中、あと喉もですね、痛めてる中で、やっぱり知り上がりにどんどん声の調子もよくなって、さすがプロだなというふうに思っております。<laughs> 本当<に>い,いえ、とんでもないです。あの、今回、ですね、ご紹介しきれないたくさんあるかなと思いますけれども、学生の皆さん、インターンシップだったり、いろんなところを通して、より魅力していただけたらなと思っております。では、あの本日ですね、お忙しい中、お集まりいただきまして、本当にあああありりりりががががととととううううごごごござざざざいいいいいまままままししした。た。た。す。す。学生の皆さん、失礼ありがとうございました。 ありがとうございました,ました見極め就活で検索